しょっと、おはようございます。はい、エイジロです。今日は、5月の1日ゴールデンウィークです。結構ね、お金が出てしまうということで、ちょっとお金をかからない方法を模索してます。で、まずはね、ここの床はぐろうと思います。で、まず床をどうやって、床材を浮かせるかといえば、フローリング材じゃなくてもいいっていうことに気づきました。まあフローリングがいいんだったらフローリングがいいにするけど、まあそれはまあ今年は無理だろうということで、何回か手直しをすることが絶対に必要だろうっていう前提でリフォームをやるということを決めました。なので、何回か手直しができる程度にやるところと、もう例えば床だったらバチッと作っちゃって、もう絶対にもう床が腐って落ちない限り開けないっていう風にやるところはやるっていう風に分けます。はい。で、まああとここ床を、まあ、一応全部はぐります。で、最悪はまあ床にしたいんですけど、畳のところは畳の部屋のままちょっとオープンせざるを得ないかなっていう状態もを考慮しつつやっていきます。はい。なので、まあまずはここの床の間をはぐっていきますね。で、まああと構想としては、はい、まあ構想と言えるものではないけど、まあ大体これ前の押し入れでこうやって見た図で、縦が355センチ、横が263センチです。で、これを板で埋めていこうというような戦法です。はい。まあ、なので、畳1枚だけで、こう、ボンって、ここは、畳だけでやられてたんですよね。まあ、断熱材も入ってないし、で、断熱材といえば、ちょっと古い新聞紙があそこにあるんだけど、まあ、新聞紙も断熱ってできるんだよね。まあ、ホームレ、うん、まあ、昔ね、段ボールと新聞紙を敷いてコンクリで寝るとかっていうのもやったけど、意外とあったかいんで、そんな感じの断熱だけされてました。で、まあ畳を捨てるって結構金かかっちゃうんで、畳をこの値段ところに挟んで畳で断熱しようと思ったんですが、はい、ここですね。ここをコの字回廊で抜こうとしたら、なんとこれ筋交いが出てきちゃったから、ちょっとここをまあもう一回閉じなきゃいけないという事態になってしまいまして、で、まあ予定変更で、まああそこ廊下から来たら、まあ大体ここまあ、大体まあここら辺の値段くらいまでかな、60センチかまあ80センチ90センチくらいかな。これをこんな感じでちょっとまあここの部屋を狭くしちゃうんだけど、まあこういうここでこの字回廊を作って、ここの部屋を客室として使うために、共有スペースにならないっていうことをしていかないとダメっていうことにようやく今更気づきました。はい、筋交い出てくるっていうのがちょっと誤算だったので、まあぼちぼちやっていきます。で、まああと周りに交渉することもあるんで、ちょっと交渉を考えつつ、まあやっはい、じゃあまずはちょっとここら辺のどかしていきましょうか。
抜いてんだけどさ、全然もう釘がさ、錆びて錆びてしゃあないから、もうここ全部曲げて打ってある。全部取れねえわ。いや難儀だ。まだ一回こんな感じだね。はい、で結構ねカビ臭いわ。よいしょ。痛い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 。いやーでもね結構濡れてる。偽道はないと思いきや偽道があるからね。あの白い縦の筋ね。だからちょっと有よけも買ってちょいとだけ巻こうかなって感じです。はい。やっぱりね下砂なんだわ。もうなんかね茶色くなんか塗料が塗られてるんだわ。だからね一応これ床塚まだ使えそうだし、まあ引き続き使おうとは思います。はい、まあ、あとはねコンクリートが湿気で持たないかなって感じ。昔の古いやつだから結構
やつだけども、あれ、今気づいた、あれ塚が1本ねえや、あ、だからあそこ斜めってんか。じゃあちょっと塚1本切って、じゃあどうしようかな。もう適当にこれブルーシートで、ブルーシートの上に炭とかあのゼオライト敷くでいいと思います。はい、であとは作業スペースをもうちょい欲しいんで、まあ、あの邪魔なはしごを片付けますか。であとはスタイロフォームかな、断熱材あそこにあるやつをペペペって貼ってって、どれくらいまでいけるかをちょっと試してみます。多分ここの境目は多分このこれレールを取らないと多分ダメだから、ちょっとここは後回しで、ここをちゃんと荷物置き場にできるようにします。はい、まあ、多分ここら辺までしか板張れないと思うけど、そういう感じでやっていきます。